皆さんこんばんは、日常演舞です。今日はこちら森永の高級ビスケット3種を食べていきたいと思います。以前通常版のビスケットは食べたことあるんですけど、なんか先日スーパーに行ったらこんなブラックムーンとか、チョコに染まった贅沢ムーンライト、チョコをまとった贅沢バター、かこれなんだっけ、そんなに覚えてすみません、しかも名前も完全に忘れました。あ、チョイスだ、チョイス書いてあるのようやく見つけた。なんで覚えとかないって、ちょっと、ね、食べていきたいと思います。なんかブラックムーンって、セーラームーンの敵組織にそんなやつらいましたよね。これ伝わるかどうかわかりませんけど、伝わったら多分私と同じ世代はセーラームーンの敵勢力ではなくて、まずは思い出すと一番苦戦したチョイスから食べていきたいと思います。あら、個包装になってて中身はですね、どんな味になってるのかじゃなくて見た目はどうなんですか。通常のチョイスよりも短めで長方形ではなく正方形になっています。チョコレートを本当にまとっています。パキッと割れて、中身は断面図はこのように、あまり通常版と変わった雰囲気はないのですが、味はどうなのかな。ではいただきます。高級ビスケットということなのですが、ただ食べているだけだと何が高級なのかはと一瞬思ったんですけど、噛んだ瞬間に違いが分かりますね。これザクッという心地よい音が通常版よりも強い気がします。さらに、なんて言ったらいいんだろうなってもうちょっと思うんですけど、明らかに通常版よりも濃いというか、音が響くという、では大人レベルのお菓子になっていますね。もっと他の味も食べてみたいなと思いながら今ザクザク揺らしてます。いい気持ちになれるな。これではどうしたものかね。ごちそうさまでした。まず最初に食べたチョイスなんですけど、外側にチョコレートがまた含まれていることによって、口の中で噛んだ瞬間にほんのりとチョコの甘さが広がってきますね。これは通常版では味わえない美味しさです。通常版にチョコスプレッドとかつけても同じようにやれると思うんですけど、チョコスプレッドはついつけすぎてしまったり、反対に品が足りたいなと思ってしまうことがあるので、そうした心配もなくパクパクと食べ進められる心地よさもあるチョイスになっているなと思いました。次に食べたこのブラックムーンとですね、ほんのり苦めでサクッとしたビスケットになっていて、お味がいるお子様向けのイメージが強い森永のビスケットとはまた違ったイメージと美味しさを与えてくれる商品になっているので、どちらかというと小さなお子様よりも昔ムーンライトを食べていた当時、大人になって新たな一面を発見してもらいたいという思いで作られた商品なのではないかなと自分は食べてみて思いましたね。あなたもムーンライトを食べていたのであればブラックムーンも食べてあげてほしい。続いて最後に食べたのはチョコに染まったムーンライト。ブラックムーンとはまた違った外側のチョコレートコーティングがチョイスとは少し違うし、しっとりだ、しっとり、なんでここまで噛む、しっとりした食感のクッキーまたはビスケットとよく合っていて、これもこれで美味しかったですね。あなたがチョコ好きなのであればぜひ食べてほしいですね。今回食べた中だと、どれもほろ苦さや甘さがしっかりと元々あったビスケット生地とマッチしていて美味しかったのですが、少し歯ごたえも感じるチュロスが一つ飛び抜けているかな、チュロスじゃないわ、チョイスが、なんで最後の最後まで、チョイスが少し飛び抜けているかなと思ったので、代表としてご点とさせていただきます。あ、そうだ、食べ終わった後にこちらキレートレモンビキアっていうのも飲んだんですよね。シュワッと口の中に広がるレモンの酸味と美容に良いビタミン C、コラーゲン、ヒアルロン酸などが配合されているお手軽に飲めて体にいいドリンクなので、こちらもぜひ飲んでみてください。それでは月曜日憂鬱ばかり少年や、明日から、ね、学校とか仕事行きたくないんでしょ、まあ私もそういうことなくはないかな。はい、というわけで本日は森永の贅沢ビスケット3種類を食べてみた動画でしたが、あなたは食べてみたいと思いました？もし思っていただけたのであれば私も嬉しいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるともっと嬉しいです。
ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。